山本、これは音かな、音楽の音に山本音、え、音じゃないソプラ。私、お笑い芸人と高校教師の二刀流学三昧です。よろしくお願いします。平日にフラッと寄って、お笑い芸人の皆さんもネタを試せる場っていうのが少ないので、ちょっとこういった場所でね、やっていけたらなと思っております。会場間違えたし、意義あり意義ありって言えればいいんだけど、意義あり言えるでしょ。意義あり、ほらちょっと可愛い。ダメ、今の意義ありではね、裁判長褒めてくれない。裁判長褒めてくれない。もう終わるよ、まだまだ、ここから終わるよ。はい、というわけで皆さんね、ありがとうございました。本当にね、皆さん今日はありがとうございました。プレイベントこれで最後になります。5月から本番の開催になりますので、ぜひ皆さんね、木曜日夜フラッと訪れてみていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、帰って帰って、ここから延長戦という。